から都市っていうこととかそこに住んでることっていうのは僕最初テーマにしていいのかどうかも分からなかったんですね。ですからもちろん東京に住んでない人もお客さんとしていっぱいいるわけですから世の中には。よくよく考えるとあの SF 映画っていうのは大体そのやっぱりあの田園風景とかそういうのを素材にするのもありますけど、そうじゃなくてやっぱりあの最先端の科学ですから、そこのその科学を取り巻く環境が舞台になることが多いんで、高層ビルがものすごく建ってて、あの地上がどこかも分かんなくて、もう空もどこにあるか分かんない、地下もどこにあるか分かんない、どっちかというとそっちなんですけど、そういうことを僕もテーマにしてるっていうことなんで、そういう SF はやっぱりあのそんなに間口が狭いものではないんで、多くの人にあのそういう未来の恐怖とかそういうものを訴えるために都市みたいなものを使うんで、だからそういう感覚ならば必ずしも閉じちゃったテーマじゃないかなっていう気はしてるんですけど、身近でありあのそういう SF 的なあのことを描くにはふさわしい舞台であるっていうのが都市だと思うんですけど。塚本晋也は東京で生まれ育ちました。彼にとって身近である東京はたまたまそこにあったからカメラを向けられたのではなく、映画のために選ばれた舞台なのです。20世紀が終わってしばらく経ちました。塚本晋也は変わらず創作活動を続けています。ここからはその始まりに遡っていきます。塚本晋也の活動が加速していくのはやはりこの映画がきっかけになりました。鉄を肉体を鉄に侵食されていく男と男を付け狙う謎の人物との壮絶な戦いを描いた作品です。少人数スタッフの極限状態で悶々と撮影されていたこの映画は、ひょんなことから海外の映画祭に出品されることになります。ちょっとよく見してみ、大概のことには驚かないから。その映画祭を撮影した貴重なビデオを発見しました。現場にいたある人に証言をお願いします。結構常連俳優のこの人です。89年の6月に、ローマ国際ファンタスティック映画祭っていうのは、僕も初めて行ったんですけども、もちろんあのヨーロッパの客層が、非常にこうノリがいいんですよ。で、上映中も受けてるなと思ってこう、見てたんですけども、当然僕はあのその誰が審査員やったかもそんなの全然知らないで、とにかく出しっぱなしで、もちろん期待なんか何もせずに待ってたんですけどね。あの願わくばなんか1行ぐらいのコメントで、気持ちはわかるけどもっと頑張ってねぐらいのなんかコメントでもいただけるかなと思って、グランプリ鉄夫というアナウンスがあって、最初聞いた時あまりにびっくりしたというか、あのびっくりしたところまでもいかず、そんなバカなとも思わず、なんかははははと笑った記憶があるんですけども。この女性はスタッフの方なんでしょうか。当然僕らはそのお金がないんで、あの現場に行ってないんですね。その年はね、あの誰も鉄道関係者が行ってなかったんで、であのステージにこう上がるやつがいなくて、こう一瞬間が空いて、なんかこうざわざわっと、どうしたんだみたいな感じになって、誰か別の方が授賞式にあの日本人の方がその盾を取ってくれたっていうビデオだったんですけど、この瞬間から塚本映画は加速を始めたんですね。瞬間はちょっとこう最初はあっけに捉えたんだけども、それ聞いてるうちにこうなんか、背筋がこうゾッとしてきて。では鉄夫に至るまでの塚本晋也はどんな作品を作っていたのでしょうか。一等最初に始めたのは
あの14歳の時で、怪獣映画が好きだったのと、学芸会で自分がその、あの自分をこう表現できる喜びを感じちゃったもんですから、それを2つを合体させて、まあ、自分がなんか出ている怪獣映画を作ろうってことで怪獣映画作りたかったんですけど、怪獣を作るのが難しかったんで、最終的にあの水木しげるさんの原始さんっていうのがあるんですけど、原始人がビルを、都会のビルを壊して、あの森に返して、森にして、最後アメリカのビルも壊しに行くっていう話ですけど、これだったら怪獣作んないで済むし、友達が原始人だったらやれるんでっていうんで作ったのが、まあ一等最初ですね、僕の8ミリ映画の。だいたい作家って一等最初の映画に何かこう全てのものが入ってるって言いますけど、これ都市をぶっ壊して自然に戻すっていうテーマって、結局今と同じテーマがその一等最初の映画におのずと入っていたなって思う映画です。こっから始まってるんですけど、その後はあの中学校の時にから高校に行く時に作った巨大ゴキブリ物語っていうのと、高校1年になってから中学校の友達と作った翼っていう映画と、これもちょっと自分としてはあの よくできたというか、日本を記録する映像フェスティバルに出して入選したりした映画なんですけど、僕は含むあの友達の大山くんっていう2人の男の、まあその時少年ですけど、があのとにかく空を飛びたいっていう映画ですね。でこの後に日本映画をとにかくやたら見まくるようになって、並木座っていうあの今なくなっちゃった名画座で見て、いろいろ影響を受けて次作ったのがあのドンテンっていう、急にこうあの少しこうトーンが暗くなっていく映画なんですけど、モノクロ映画で、山上達彦さん の光る風っていう漫画を、あのもちろんご本人には高校生だから断りもなく勝手に作っちゃったんですけど、原作にした映画ですね。あの戦争中にある収容所から、まあ、僕を含むいつも自分で出ますんで、もう一人玉虫くんと一緒にあのトイレのこう汲み取り便所を脱走する話ですね。それで自分のお家に戻ると、その自分のお兄さんが戦争から帰ってきて、両手と両足がこう戦争から帰ってきて亡くなっちゃってたっていう話なんです。それを高校2年の時作りました。で高校3年の時にあの地獄町小便下宿にて飛んだよっていうのは、これはあの僕の高校時代のほとんど金字塔みたいな映画なんですけど、8ミリ映画なんですけど、最初作ったら2時間半あって、それを2時間に切ったんですけど、その2時間上映したら、あの見たお客さんが、あまあ見たお客さんって言っても自分の友達とか、あのそのお母さんとかお父さんなんですけど、みんなもう喜んじゃって、顔がもう真っ赤になって、あの感動に打ち震えたというような映画なんですけど、戦中戦後にいた夭折の画家、夭折って若くして死んじゃった、亡くなっちゃった画家たちがいるんですけど、そのいろんなあの大好きな、僕の大好きな画家たちを一人の人にエピソードを集約させて、その人が誠実にあの生きる話なんですけど、生きて死んでしまうんですけど、絵を一生懸命描いてあの死んでしまうっていう話なんですけど、当時その黒沢監督の映画に影響を受けてましたんで、生きるとかドデスカデンの影響がもろに色濃く伺われると客観的に言ってますけど、それが本当に自分の10代の金字塔みたいな映画で、そこまでがピークで、その後にあの大学に入ってから翼のリメイクの新翼とか、あとハスナーナ飛べっていう、いろんな劇団の方の出てもらって、それまで大人の役も子供がやってたんですけど、大人の役は大人がやるっていうことで大いに喜んだ映画を作ったんですけど、大学に入ってから作ったその2本はなんとなく面白くない映画で、急に僕がこう8ミリ映画を作り手としては急速に暗いところに落ちていくっていう映画ですね。そこから8ミリ映画としては、映画としてはその次に作る普通サイズの怪人電柱構造の冒険まで6年か7年ぐらいブランクが空いちゃうことになっちゃったんですね。僕はコマーシャルのディレクターを、大学卒業してから25ぐらいまで、5、6までやってるんですけど、コマーシャルを作ってテレビでちゃんとこういうのがオンエアしてる分には親なんかも嬉しいわけですけど、なんか知んないけど8ミリなんかぐちゃぐちゃ作ってる分には親は心配ですし、コマーシャルの会社も僕その時辞めてたりしてますんで、あの非常に誰にも喜ばれない、ただ自分の思いだけで延々作ってて、それがもうなんかあの身を結ぶのか結ばないかも分かんないような状況だったんで、
どうじゃ乗り心地は。なんかいい具合のようで。そうじゃ。この船をお前に授けろ。もうこの船に乗って次の時代へと天中古道を探しに行くじゃ。そしてその天中古道にお前の転生を繋いだ時、まあ、紛れ物を中央通りの交差点の天中になる。この時は、86年ですから26歳の時ですけど、高田の馬場に怪獣劇場って今も怪獣劇場って会社ですけど、その原型となるような海の獣の形をした小屋を作って、その中で電柱小僧のお芝居をやったんですけど、そのお芝居を僕美術をこういつも凝って作るもんですから、その美術捨てるのがもったいないなって思ったんですね。でそうだ、8ミリ映画しばらく作ってなかったけど、8ミリ映画でこの電柱小僧の冒険をやったらどうかなって思ったのがきっかけですけどね。映画から何年も離れていた塚本慎也はリハビリを兼ねて普通サイズの怪人を作ります。鉄尾の原型となるこの映画を完成させてすぐに撮り始めたのがこの作品です。電柱小僧の冒険。背中に電柱の入る宿命の少年が時空を飛び越えて世界を救う冒険活劇です。この作品で監督は新しい表現方法に挑戦します。ほんで今度はおまんの番じゃ。今度はおまんが時間の渦に飛び込んで次の時代へと電柱小僧を探しに行くがじゃ。そいつに電線をつなぎ、そいつが明かりを灯した時おまんの仕事は終わる。一つの明かりが枯れてもその明かりを受け継いだ次の明かりがまた灯る。でそれまで10代の時作ってたあの8ミリ映画って割と物語中心の映画で、演劇的とも言えるようなこう、感じだったんですね。ワンシーンワンカットみたいなようなに近いような映画を撮ってたんですけど、ちょうど電柱小僧の冒険からなんか妙にカット割りが細かくて、お客さんがジェットコースターに乗って同時体験できるようなある動きのある映画になった映画が電柱小僧の冒険ですね。 BFF アワード88のグランプリを発表させていただきたいと思います。でこちらのグランプリは BFF エグゼクティブプロデューサーの柳井博から発表させていただきます。 BFF アワード88グランプリエントリーナンバー21、作品名電柱小僧の冒険。あらま、俺だよ。監督久本慎也。なんかこう世の中にアピールできてないというか、一生懸命作るんですけどなんかちゃんと見てもらえないような、なんとなく不遇だなと自分でずっと思ってたもんですから、なんかそれがその電柱小僧の冒険でグランプリいただいてからポンとこう光を浴びたような気がして、で続いてその次の年に鉄道でグランプリもらって、それでやっと少し調子がついてあの映画をやっていってもいいんだっていう、要はきっかけみたいになったのが電柱小僧と鉄道の2つのグランプリだったんですけどね。まあ周りの目もあいつは映画を作ってるやつだって、要は映画を作るこう許可をいただいたような気になったんですけどね。ですからそれからは映画を作っててもいいよと言われてるような気がしましたし、まあ親も文句も言えず。鉄尾が中野武蔵野ホールというちっちゃい劇場でやったんですけど、そこの劇場ではとりあえず大成功だったんで、なんかのそういう業界誌に 120% 稼働率っていうようなニュースも出たりして、レートショーでやったんですけど、要は夜の9時から1回回しだけで延々3ヶ月やったんですけど、多分昼にやっちゃったらもうほんの一瞬で終わっちゃったと思うんで、とにかく長くやってたかったんですね。長くやってることによって情報誌にピアとかの情報誌にいつも鉄道っていうのがその雑誌に載ってるような状態にしたかったんで、そういうことでその鉄道の印象もついたと思うんですけど、でまあローマのグランプリなんかのことも手伝って、なんとなく注目を浴びるようになったのが良かったんだと思うんですけど、それでヒルコの話が来たんだと思うんですけど。
ヒルコ妖怪ハンター、伝説の妖怪をめぐる少年ドラマをメジャー映画会社からの依頼で監督した作品。インディペンデントの作品ではなく、塚本映画の中では異質なものと見られがちですが、監督本人の思い入れは深いもののようです。ヒルコの時はその完全に都市から離れて、最初はその諸星大二郎さんの原作ですから、やっぱりその都市の中の狭いそのビルとビルの隙間の中に怪物がいるような、そういう印象のものにしたかったんですけど、なんかちょっともうそういうのから全部解き放たれて、なんか大自然の中に ある妖怪怪奇だみたいなものにだんだんしたくなっちゃったっていうのがあるかもしれないですね。遺跡の調査中、妖怪何者かに襲われないように作ったんだ。使わずじまいだったからうまく動いてくれるといいけど。よし。映画作りは基本的には全部自分でやって、そのお金のことも大体の全体のバランスは自分で考えていってますけど、その後もその前もヒルコに関してはお金のこと全然分かんなかったんで、僕はもう本当にその映画のクリエイティブ部分の担当っていう風に割り切って、スケジュールのこととかもよく分かんなかったし、もう何も分かんないで、ただ映画をそのフィルムを映画を作るっていうか、そのクリエイティブ部分のことだけを担当の若造ぐらいなポジションにもう割り切ってやってたっていう感じありますけどね。なるべく絵にしちゃったんで、ほとんどそのイメージを、自分の絵をこうイメージビジュアルみたいなのを描いて、それを演出の助手の方に回したり、あるいは美術ルーム、美術を作るこう部屋みたいなのがありますけど、そこのところにこうバーッと当たってあったりしましたんで、そういう具体的なことでその形にしていくってことにしたんで、大変ではあったんですけど、かなり自分が思うようにやらせていただいたんで。93年の東京、鉄尾以降の塚本真也は複数の企画を同時に進めていました。ヒルコ完成後、以前から準備を始めていた、どうしても撮りたかった映画をついに始動します。みのりはどこだ。鉄尾2ボディハンマー、前作鉄尾のイメージを一新した SF アクション。スケールアップした作品制作にはとにかく時間がかかったといいます。1年間、まあ厳密には10ヶ月だったんですけど、10ヶ月ぐらい撮影やって、もう嫌というほど撮影 しまくって、途中でお金がなくなっちゃったんで、スタッフはバイト休みでバイトしてもらったりして、そんなこと繰り返して延々撮影して、やっと10ヶ月目に撮影が終わって、でさらに仕上げ編集もやったら時間がかかって、一回出来上がった映画をまたもう一回作り直してっていう感じで延々やってましたね。鉄尾2は、鉄尾2のスタッフは募集をした素人のスタッフだったんですけど、そのスタッフも何人かがヒルコの現場に、プロの現場に行って、相当こうしごかれたり叩かれたりしながら、その中で成長して、それで鉄尾2のスタッフになったもんですから、かなりその鉄尾2にとってはうまかった、良かったんですね。そのスタッフが育っちゃったおかげで。右から3番目が監督です。楽しそうですね。度重なる作り直しと蓄積された経験、鉄尾2は世界中のさまざまな映画祭でいくつも受賞することになります。審査員特別賞っていうのなんです。ほとんど海外のコーディネーターの人はいや結構立派な賞で、金賞とか銀賞があったら、その金賞じゃないけどほぼ2番ぐらいに位置するものだって言ってるけど、僕は1番でも2番でも3番でもなく、何でもないんだけど
捨てとくにはもったいないんで一応変わった映画だねっていうような意味合いで審査員特別賞があるっていうふうに勝手に解釈してるんですけど、それをあのたくさんもらったんですけどね、いろんなとこでとにかく審査員特別賞ばっかり、鉄王一でローマでグランプリをいただいた時に自分その場にいなかったん で例のその鉄王コールっていうのも聞けなかったもんですから、次に鉄王2作った時は海外に僕もちょっと行きたいなと思ったのは思ってたんですね。いろんなその映画祭にその1年かけてその年はもうとにかくいろいろ行こうっていうふうに決めちゃったんですね。でっかい映画館であの外人さんが大勢自分の映画見てくれるっていう、それが非常にただ嬉しいっていうのが最初の動機だったんですけど、まあでも1年行ってるうちにあのその海外に行くことのメリットがいっぱい出てきちゃったんですけど、まあ一つにはそのそういうふうに賞をいただくとそれを日本の宣伝に使えるっていうのがまあ一つありますけど、あとはその年にもう信じられないいいあの好きな監督とかにいっぱい会えたっていうのが、これがやっぱりかなりでかいメリットですね。嬉しい、宣伝に使える、いろんな人に会えるで3つ目ですけど、これはもうあの未だに友達ですけどギャスパー・ノエっていうあの当時はカルネっていうのを作って最近アレックスっていうのを作った監督ですけど、この人は未だに友達 でその彼が非常に人懐っこかったんで、あのホドロスキーのお家に一緒に行こうって言ってくれて行ってあのピザを送ったりとか、なんか非常にあのいろいろ映画祭に行くことで広がりを一気にいきなり感じたっていう年ですね。それが92年。別提这事儿啊，过去的事儿我也记不清了。我是老想去中国。それで意外なんですけど、この作品が初めてなんだそうです。您是日本人了。我が人生最悪の時っていう林海蔵さんがあのあのハママイクシリーズっていうテレビにも最近なりましたけど、あの。シリーズの第1弾を林さんが作るというんで、僕はもうとにかく読んでいただいたということで、もう林さんからお話を聞いて、いやもう2つ返事で殺し屋だっていうんで、いやぜひともやりたいということで、本当に初めてだったんで緊張しましたけど、えらいあの楽しい感じ経験だったんですけど。あ、何の目的で。何のことですか。私はイエスの教えを多くの人に分かってもらおうと聖書を売り歩いてるだけなんですから。なぜうちの組に潜入した。聞かせてもらおうか。知りませんよ。私は聖書を共に学ぶ会のあの南部14年式っていう銃を持ってあの殺す人をこう殺すんだよってやったから、あもうじゃあ南部14年式いつも持って練習するようにしますっていうような感じであのやったんですけどね。自分の映画ですとやっぱり映像ワンカットワンカット妙に時間かけて撮りますんで、自分が出るシーンであるワンカット撮ってなんか気分が盛り上がって次のカットを撮るときはもうその気分盛り下がっててまたもう一回盛り上げてっていう感じですごい疲れるんですけど、カメラマンもすんごい早撮りの方だったんで気分がうわーって殺し屋気分を一発盛り上げたら盛り上げたまんまこう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 っていろんな角度から一気に撮って一気にその気分ワンテンションでそのシーンが終わっちゃったような感じだったんですね。それがなんか良かったですね。自分の感情が一気に繋がっちゃったっていう、一気に繋がっちゃったのをカメラの方が角度変えて全部いっぺんに撮っちゃったっていうような現場だったんで、わーすごいって思いました。東京フィスト、ボクシングを通して描かれる文字通り痛い三角関係の映画です。都市と肉体というテーマが強調されたこの映画の脚本を塚本晋也は初めて他の人に依頼したのですが、東京フィストは一等最初あの
ちょっとドキュメンタリーっぽいようなあの映画の雰囲気にしたかったもんですから、あのっぽいですけどね、あくまでも本当のドキュメンタリーとは違うんですけど、そういうように見えるようなリアルな話にしたかったんで、なんか僕がこの濃密にぐちゃぐちゃっとした脚本を書くよりは、ちょっとその別の方の感覚でそういうドキュメンタリーっぽく見えるあの映画にならないかっていう人で、あの斉藤久志さんっていうその後もお付き合いがあるかあの方ですけど、その方が書いた脚本を映画化したもので、あの僕が今度東京人でその時やりたかった感覚に似てるようなものが斉藤久志さんがそれまで作ってらしたんで、で頼んだんですね。斉藤久志監督はリアルで物静かな独特の空気感を描く作家です。二人の監督の共同作業は難航し、最終的には塚本慎也が脚本を書くことになります。そして完成した映画はこのようなものでした。一体何があったのでしょうか。入り口はフィクションだって分かっても、見てるうちに映画なりのある没入感覚で見れればそれがリアルなんだからということで、やっぱりなんかもううなったテンションの高い、どうしてもまだその時あのこう気持ちが落ち着けないっていうか、もうハイテンションのものをどうしても作りたくなっちゃって、で今ある東京フィクションみたいな形に結局なってっちゃったんですけどね。僕一人が考えてたら、あの今ある東京フィストみたいになってなくて、あの今ある東京フィストの原案も原作も結局その斉藤さんが一等最初に考えたものがベースになってるんで、僕が最初考えたのは本当にただサラリーマンが ある日ただ突然と衝動的にボクシングジムに通い出して、前半なんだか知んないけど情けないいろんな人間関係があって、ボクサーたちとので、後半はあのプロテストに挑む、そのリングの上で急になんか都市の中で自然に触れたようになんか黒い鷹がブワーッと迷いでくるようなイメージの瞬間が訪れるっていうシンプルなもんだったんですけど、斉藤さんが書いたあの話はなぜか恋愛話だったんで、あの僕恋愛話にしてって最初言った記憶なかったんですけど、恋愛話が返ってきたんでびっくりしたんですけど、あこの感じって僕前からやりたかったそのなんか血のイメージのする恋愛映画っていうのを一方で作りたかったもんですから、それと重なると思って、よしじゃあ血のイメージの匂いのする恋愛映画にしようと自分も一気に思っちゃったんですね。都市の中の肉体、肉体感覚を都市の中で取り戻すということ、塚本慎也が東京フィストで得た実感は形を変えて次の映画へと受け継がれていきます。ベネチア映画祭は最初 なんで僕が選ばれたのか分かんなかったんですよね、その審査員に。やっぱりそれまで作ってた映画っていうのは鉄夫とか東京フィストまでなんだな、それで審査員やったの97ですから、あのかのベネチア映画祭に僕が審査員で選ぶのなんだか分かんなかったんですけど、まあ言ってみたらあの鉄夫のファンがやっぱり結構イタリアには多かったということで、多分その映画祭関係者の中でも若い方がいらしてて、その方が押してくれたっていうのがなんとなく分かってきたんですけど、いずれにしてもあのベネチア映画祭といえばもう黒沢監督が昔グランプリ取って、その日本の映画がわっとこう出たっていうぐらいの、映画祭なんで、で世界で一番古い映画祭でもあるんで、もうそれはもう喜んで光栄ですっつってやらせていただいたんですけど、ね、でその時は
北野武さんの花火が出品されてて、で僕はもうとにかくその武さんグランプリになればいいなっていう1年でずっと審査に臨んだっていう感じでした。でも僕が頑張んなくても周りのもう全体的な気運としては花火グランプリって感じがすごくあったんで、ちょっと何かこう長い審査の間でちょっと変な風にこう空気が流れる時あったんで、それだけ軌道修正してグッグッてこう力を入れるぐらいで、そんなに大きな力もちろん込めなくても作品そのものが素晴らしかったんで。バレットバレー、妻の自殺の原因を探す中年男と暴力にしか実感を持てない少年たちが一丁の拳銃をめぐって深く関係していく物語です。塚本晋也は前の映画から4年間作品を発表しませんでした。そして待たれていた新作のテーマはあることへ急速に引き寄せられていくものでした。それは死ぬことです。そうか、社会関係になっちゃったわけだな。95年ぐらいまでは鉄尾ヒルコ、鉄尾2東京フィストって割とポンポンポンと作ってるんで、バレットバレー発表までに妙に間が空いてるんですけど、なんで空いちゃったのかなって感じですね。僕としてはずっと同じぐらいのパワーで同じぐらいの密度でずっとやってたんで、今確かに振り返るとそこポンと空いてるんでおかしいなって感じなんですけど、東京フィストが終わって、東京フィストが自分としてはちょっと好感触な手応えがあったんで、これと同じ規模の、まあつまりそんなに大きくない規模って意味ですけど、僕の感じとしては中規模ぐらいの小粒でキュッとした映画を続けて作ろう、この勢いで東京フィストの感じでと思って、次拳銃犯罪もののちっちゃくてキュッとしたのを作ろうと思って始めたんですけど、なぜか時間がかかっちゃったんです。なんだかこう一つのはっきりした話ができなかったんですね。で、鉄道2になんか似た印象なんですけど、映画が終わって一回完成してもなんだか着地してないなと思って、もう一回初号が上がったにもかかわらず作り直しちゃってるんですけど、そんな感じでなんかぐじゅ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 ずっとやってたんですね。ただ一回その初号98年で完成してますんで、そこでベネチア映画祭にでワールドプレミア一回やってるんですけどね。ですから僕としては98年の映画だと思ってるんですけど、バレットバレーに関しては終わったフィルム見た時にまだこれは終わってないんで、まだ何かしなきゃっていつも悪い癖で思っちゃったんですね。どういう形でか分かんないんですけど、見終わってみると解決してんのかしてないのかが分かんないんですよね。してんのかもしれないんですけど、割とその生の心情は出てるんですけど、つうかもっと出してもよかったかなって。だから小説とかだといいんですかね。例えば詩小説だったら文句やりすぎじゃないっていうことでもっと生でいいのかなと思ったんですけど、生にしてなおかつそれがある時代感をこう照射してるような風にすればいいのかなとか、都市の中で肉体をこう持っている現実感とか実感をつかみたいっていうテーマで映画作ってますけど、その実感そのものにもうゴボッとなんか入っていきたいんですね。98年、バレットバレーの後、塚本晋也は再び斉藤久志監督とタッグを組んでサンデードライブを完成させます。この映画では主演とプロデューサーを担当、初めて自分以外の作品をプロデュースしたことになります。サンデードライブは東京フィストで一緒に脚本しばらく書いてた斉藤久志さんが短編を作るから出演してって言われたんです。これがもうそのままベースになってるんですけど、それをやった時に非常に面白かったんですね。今までいろいろやっぱりお芝居とか好きでやってたんですけど、なんかちょっとこういつもと違う面白いこうことができたような感じがすごくあって、
1日で撮ったんですけど、そのパッといえば、ね、なんかこれを、うん、あの10分のワンピースとしてのものだけじゃなくて映画になんないかなって思って、まあ斉藤さんにあのどうでしょうねって言ったのがきっかけです。いやだから誰でもよかった。うん、あ、違うと思う。そうえ、店長は？俺はゆうちゃんのこと好きだって言ったろ。うん、だからゆうちゃんのこと救ってあげたいと思って。信用できない。ですからまあ怪獣シアターではあるんですけど、それはまあ具体的に自分がやろうって言い出したからには僕がどこかからお金を見つけてこなきゃしょうがないでしょうということで工面してきたということで、プロデューサーとして何かもこう口出したこともありませんし、僕はどっちかというとそこに出してもらうということだけがあの楽しくて行ったんですけど、そこまでしても価値があるなと思ったんですけどね。その後塚本慎也は東京を離れある大作映画の撮影に入ります。政治、江戸川乱歩原作の映画化、正反対の境遇に分かれた双子の数奇な運命を描きます。この映画はメジャー映画会社の配給作品といえばヒルコを思い出しますが、配給が大メジャーっていうところではヒルコと同じなんですけど、その作り方はヒルコと同じでは全然なかったんですね。ヒルコはもう本当にメジャー映画で、僕が担当したのは監督と脚本で、あとは全部他の方がやってるっていうことです。でそれ以外の実写がまあ基本的に自分が何もかもこう関わるわけですけど、ソーセージっていうのはそういう意味ではそのプロのやり方とその自分らのやってきたその自主映画のやり方がを合体させたんですね。基本の話が本木さんがあのこういう企画をやりたいって言い始めたんで、本木さんを主役にあの迎えるってわけですけど、僕はもう本木さんはもちろんいい役者さんで、あの大好きな役者さんなんで、この企画には乗れると思ったんですね。江戸川乱歩が原作で、江戸川乱歩はもう僕大好きでしたから、小学校の時にもうむっちゃハマりましたし、ですからこれはまずやろうと思ったんですけど、でただあのプロ の役者さんを主役に据えるっていうことはあのおのずと撮影期間が例えば1ヶ月っても決まるわけですよね。ここで制作の方法がもうかっちり、基本はプロのやり方じゃなきゃいけないって決まっていくんですね。僕のそれ以外 の自主映画はとにかく撮影期間むちゃくちゃかけることで完成度をもたらしてますから、その代わりむちゃくちゃかける分自分もいろんなことをできるわけですけど、今度こう撮影期間がタイトで短いとなると、あのおのずと全部で自分はもうできなくなってくるんで、あの外部にというかプロに頼まなきゃいけない部分がはっきり出てくるんですけど、それをどこの部分をじゃあプロに頼むかっていうと、一番やっぱり大変で時間のかかる、本来はこだわりの多い部分なんですけど、この映画に映ってる絵の部分なんですけど、プロ中のプロに頼んで、それも僕が尊敬してるプロに頼むということで、納得が いくわけですけど、衣装は北村美智子さん、監督は雑誌で北村さんの仕事を見てずっと憧れていたそうです。ヘアメイク監督は柘植功さん、全員眉なしというメイクを見事に実現してくれました。
美術監督は種田洋平さん。どこにも存在しないはずの風景をリアルに作り出してくれました。本当は俺の子なんかじゃねえんだよ。そんな超一流のスタッフの仕事が一丸となり、映画ソーセージの濃密で大胆な世界観がスクリーンに現れたのです。芸人はな、同情したのが命だ。貴様みたいな汚いあざを持ったガキは持ってこいだったんだよ。もう全部僕最初に言っちゃいましたんで、やりたいことはそれを言っちゃってることがベースにある分にはもうどんな風に飛躍してもらってもいいと思ってたんで、むしろその飛躍を期待してたんで、あの思う存分飛躍していただいたっていうことなんですね。そしてプロフェッショナルな現場にいつも一緒に映画を作っている怪獣シアターのスタッフを混在させました。こうしてメジャーとインディーズの制作体制が合体したのです。プロダクションを怪獣シアターっていう、要は自分たちのプロダクションでやったっていうのが最もインディペンデント感を強調しちゃったとこなんですね。気づいてますか？こいつじゃあ何？それはどういう姿なの？その女の幸せな姿、それとも幸せな姿、果たして間違ってことなのさ。エロクエロコムエルグズエルマルグズルマクシペンテラビル。人間にはね、タイプってものがあるんですよ。ああやって集まって騒いで生きがい感じる人、それとこちょこちゃって嬉しいやつと。人里離れた山の中で暮らしてんじゃないかって言われたらどうする？それ問題が違うよ。社会の中で一人コツコツやるから意味があるんじゃない。山の中で一人コツコツやるしかないっしょ。西暦2000年、そして2001年、20世紀中にソーセージを取り終えた塚本晋也は、新しい世紀を迎える時、自分の映画を作ってはいませんでした。そう、このような形で映画に関わっていたのです。何？いやー、今日ね、とっても気分いいよ。確かにソーセージが終わった次の年、2000年ですけど、その年は僕映画そのものは撮らないで、確かにその年にいっぱい映画出てるんですけど、その時にすごく嬉しいお話がいっぱい重なって、ずっとやっぱりお芝居が好きだったんで、そういう僕としてはこれを逃す手はないっていうんで、ちょっと映画をもしちょっと遅らせてでも、自分の映画ですけど、どうしてもやっときたいと思ったんですけどね。クロエ、ここで塚本晋也は大人になりきれない美術コレクターの青年エイスケを演じました。ヤギ座の悩み聞いてた。なんでこんなとこにいるんだよ。えなんで早くコウタロン家に行ってやんねんだよ。エイスケ、クロエではずっと僕がこういうことをやりたかったんだよな、演技でっていうようなことをやらせてもらいました。なんでクロエはあんな病気になっちまったんだよ。クロエは何にも悪いことしてねえぞ。クリスチャンじゃねえのに式あげたからかよ。違う違うよ、絶対にそんなことはない。じゃあなんであんたのイエスをあいつらに何もしてやらねえんだよ。殺し屋一、いじめられっ子の殺し屋一を陰で操るジジイを演じています。一は人の現場に行くと、芝居ということをゆっくり楽しんできっちり追求してできますので、これはかなりの喜びだったんですね。お前の後ろ
一の手を煩わせるまでもないんだよ。トラバーユ、負けず嫌いの女流棋士麻美に振り回されるちょっと情けない夫和也の役です。どうしたの？うん、抱き合ってる。帰ってきちゃった。トラバーユは僕がこういうことをやろうと思ってたなんていうふうに思ってないぐらいいい役をまるで降って湧いたようにどっかから降りてきたんじゃないかっていうぐらい素晴らしい役をいただいちゃったんで。どうだったの今日の対局？勝ったよ。そう、勝ったんだ。おめでとう。よかったね。それより大丈夫？何が？左遷されるんでしょ？まあそうみたいなんだ。言ってくれればよかったのに。まさか左遷されるなんて思ってなかったからさ、かなりショックで変に心配かけたら悪いと思って。何も知らないでごめんなさい。こちらこそ不甲斐ない亭主で申し訳ない。人の映画に出していただく時のは自分の監督モードは1ミリも出てこないですね。例えばよく僕だったらこう撮るのにって思わないんですかって聞かれますけど、それは思っちゃったらもう面白くないなっていう感じで、せっかくその要は大好きな監督の現場に行くわけですから、その監督のやり方の中にこう染まりに行くのが楽しみなわけですから、結局みんな監督それぞれ違うんで、もう全くその同じ映画であるのになぜこうも違うのというぐらい、みんな全く違うことをしてるぐらい違うんで、それで監督がそれぞれのこだわりを持ってると僕がその現場にいると嬉しくなっちゃうんですね。やっぱりいやもうどうでもいいんですって感じで現場があると何となく面白くないんですけど、その監督がこだわりを出す時が得体の知れない面白さを感じる時なんですけど、それで案の定やっぱり映画は大体監督が妙にこだわっちゃったんだよなっていうところが後で映画見ると面白いところだと思うんですけど、そういうのが分かって、僕も粘って映画を撮ったりとか頑固みたいな風に思ってるんですけど、実はすごい小心者で、外でロケとかしてる時とかももうなんか早く撮んなきゃいけないんじゃないかとか、役者さんが気分悪くなったらどうしようって言うんでスタッフに妙に煽っちゃったりとか、気がちっちゃくてわらわらしちゃうんですけど、結構皆さん堂々となんかどんなに車止めしてても全然関係ありませんみたいにやってたりとか、あ、そこまでこだわっちゃってもいいのっていうようなことを感じたりしましたけどね。いろいろ人の映画出していただいて、じゃあ僕もこだわってやろうと思いましたけどね。そして2003年、こだわってやった次の映画が始まります。一言で言うとエロティシズムをテーマにした映画なんですね。まあ実はこれ鉄道を作る前からずっと考えてた企画なんですけど、
なたが言うように心の底からやりたいことやってると生きる喜びが湧いてきますね。あなたも自分の本当にやりたいことをやったらどうですか。短く切ったスカートを履いて、で街を。でも私大丈夫だから。なんでこんなことになっちゃったの。切ってねえのかよ。じゃあそろそろ行くわ。私もすぐに行く。一緒に地獄に行きましょう。6月の蛇で、毎年あの6月が来て梅雨の季節になるとこの映画作りたいなと思って、で梅雨が終わるとその作りたいっていうのも忘れちゃったという、それを毎年毎年繰り返して、いつもアジサイ見るたびに今年やりたいな、でもなんて梅雨が過ぎるとまた忘れちゃったみたいなことを繰り返して十何年経っちゃったんですけど。そうですね、まあ、塚本さんが初めてこうあのバイオレンスから大きく振り子が触れて、まあ、エロスを撮るというんで期待したんですけども、まあもちろんね、もうすぐめちゃくちゃエロいんだけども、でもなんていうかな、その要するに勃起するようなエロさではやっぱりないんですよね、うん、あなるほどなと思って、やっぱり勃起するようなエロスっていうのはその性というかね、生きることとこう隣り合わせになったそのエネルギーみたいなのエロスが出る場であるからまだ勃起するんだろうけども、塚本さんの場合はやっぱりあのタナトスというかな、死とこう隣り合わせになったエロスなんで、もちろんだからこそエロスがまた際立つんだけども、ああなるほど、そういう類のエロスではないというのを思って、逆に改めてやっぱり塚本慎也のね特徴というかな、その暴力とか死とかというものをね、その確信が見えてきたような、作品だと思います。それでは少し時間を飛び越して塚本慎也に未来のことを語ってもらいましょう。ニューワールドです。大きな流れとしては今まで割とこう都市と人間、自分たち人間みたいなテーマで作ってきて、である時は鉄になっちゃったりとか、ある時はボクシングを素材にしたりとか拳銃だったりとかしてますけど、で6月の蛇ではなんかそういういろんなあの鉄物を鉄の素材、鉄の素材ってこともないですか、ボクシングの鉄じゃないですけど、鉄をとか拳銃みたいな、そういう要はあのデザインを抜きにして、あの肉体そのものに目を向けたのが6月の蛇なんですけど、要は肉体の持つ官能性とかそういうものに目を向けたのが6月の蛇で、いやもう作りたいの本当にいっぱいあるんですよ。もう本当にこの今まで作った映画とこうその先作る映画をこう年譜で書くんですけど、ハマんないんですよね、その自分の人生に。どういう風なチョイスでやっていくかってもう本当に今迷ってるんですけど、ずっと先にはまだ本当にやりたいことっていっぱいあるんですけど、まあちょっと作ってもいないものをボンボン言うっていうのもなんか結構かっこ悪いんで、こんなもんかなっていう感じですけど、うん、まあ、ある種この6月の蛇が一区切りになるのかなという、こう気もするんですよね。というのはまあ実生活で子供が生まれたじゃないですか。で結構ね、塚本さんというのが、まあ、映画作家とは別にして私生活の面では結構、子煩悩な父親だったりすると思うんで、そういうのが微妙にこうなんか今までの創作活動とは違う方向にこう出てくるんじゃないかなという気もするんで、まあ、塚本慎也はどこへ行くんだろうというのは、まあ、非常にこうますます興味のあるところですね、うん、ちょっと目が離せません。
哲夫のファーストカットを撮ったこの場所から塚本慎也は再び走り出します。